ヤッホー。ちょっとね、あの配信予約とか全く入れてないけど、配信予約とか全く入れてないけど、ごめんね。授業な、頑張って。今日夏休み。隣はあれです、ゆずきです。ゆずきが喋ってます今。あ、隣エスナタンです。ね、あと15分ぐらいやるってセナタンが。そうです、15分配信です。だから私も15分やるそう、なんか最近配信やってないなって思ったから。うん、セナタンもいるよ。そう、痩せたんですよ。あの今月で一番太ってた時より 1.7 キロ痩せたけど、朝ごはん食べたら戻った。朝ごはんどんだけ食べた？もうそんなに食べてないよ。サタちゃんさん、こんばん、こんばんはじゃない、こんにちは。そう、レッスン中。どうしよう、読書感想文の本決まんないから、とりあえず読書感想文。そう、大変だね。スナタン見せてって。スナタンはね、今ね見せられたくないって。いいじゃん、ゆうさん、お久しぶりって。お久しぶりです。じゃあ今日2回公演ですね。あ、ゆいりさんと今日2回公演。あれ違うよ1回公演で何時からやんの本当にやろうと思ってるんだけどね、普通に。あれなんだよね。あ、二次販売申し込んだ、ありがとうございます。いつかやるよ。他には誰かいないのって、他ですか？ユスカみたいな人がいます。ユスカみたいな。ユスカがいます。大好き君さん、暑いねって。ありがとうございます。ありがとうございます。あなたの番です、見たい。ありがとうございます。だね、ですね、先々週のやつ録画されてなかった。先週あなたの番です、やってないよ。先々週。あ、先々週13話か。うん、13話何があった。あ、起きたんだ。そうなの。あ、そうなの。体調ですか？なんか今寒いんだよね。手が冷たい。ミルクはセナタ見えて最高。イエーイ。あー、こんにちはって。こんにちは。なんか今日ね、ジェットコースターから落ちる夢見た。やば。飛んでったっていうか、椅子から飛んでった。ちょっと暑すぎて溶けそうって。溶けるんですか？いいですよ、溶けて。宿題また宿題ないよ。お昼ご飯ですか？ワンタンスープ食べた。今日は緊張してないよ。あー、りんちゃん、カニ、全然してない。あー、なんかさん、暑いね。してない。ありがとうございます。今日俺の誕生日って、おめでとうございます。お、今日誕生日迎えたんだって、おめでとうございます。なんて名前の人？あやかんちゃん。ほうほうほう。18歳だって、同い年。台風来るよって。台風来るんですか？
しなたん今日のメール確認したって。ん、何がですか？間違えたことは書いていないよ。ユリが出るってことは正規メンバー昇格発表、そういうわけではないと思うのでたまたまの前回がそうであっただけで、さっきさんとかも普通に出てくださってますし、そういうあれがあってとかじゃないと思います。俺の母ちゃん誕生日、お母さんおめでとう。日曜日の声当たりました、ありがとうございます。でもなんか台風来るらしいですね。だね。どうしよう台風なんかごめんなんかごめんなんか声が治んないんだけど普通に。あーちょっと治った。うん、まあとりあえずなんか痩せるとさ、もっと痩せ、なんか痩せるとダイエットのモチベーション上がるね。だね。あカズボンさんハートと可愛い、ありがとうございます。日曜日に台風が関東に直撃するんですね。大変だね。名前、何名前間違えてないってね。なんか日曜日に台風が関東に直撃するって。そうだよ。最悪だね。ゆずきどうにかして。そんな息強くないし。うわ、眉毛がマジ無理。あ、広島には来ないんですね。そうね、台風が心配だし。アイスはもう張って、せめて北欧に出ると台風が来るんですよ。最近暑いか元気してた。なんか扇風機当たりながらずっとゲームしてた。ゲームっていうか化学反応。うちの森ずっとやってた。最近トナさんもやってきた。なんか最近すごいハマってた。メールの名前、名前って何ですか？全然間違えてる。名前間違えるは最悪だ。間違えてません。何の話してるの？あの小学校の頃に動物の森一回ハマって、まあ、ハマってコンビ名、あ、コンビ名だかな。コンビ名ですよ、北山さきりんごっていうコンビ名なんです。サッキーさんとユーリーさんは。それからみんな知らないか、説明書いとけばよかった。2年か3年ぐらい知ってるかと思ってて、でまたハマった。です、覚えてね。スナタンと犬猿の中って。そうですよ、スナタンは猿だよ。え、セナタンはサールだって。昨日スタバも飲んだ。うん、セナも飲んだ。嬉しい。セナも飲んだよ。マリオカートやりたいんだよね。去年っていうか小学校6年生の頃の夏はマリオカートずっとやってた。面白いよね。お、劇場にお手紙持ってきます、ありがとう。ね、アイス美味しいですね。セナタン年上だよ、一応。一応って、おい。え、なんかね、去年はね、もう食べたことなかったんだけどね、今年のね、6月ぐらいにお父さんが買ってきてくれて食べた。セナさんと仲良くしてって。なんかね、仲いい仲いい。なんかね、そうさ、北山さきりんごって書いたときに、あ、これ説明書こうかなと思ったんですけど、ちょっとやめちゃった、めんどくさくて。すいません、今度から書きます。キャラ何使うのって、あ、マリオカートかな。書きます、今度から。マリオカートはだいたいキノピオで走ってるよ。かわいいよね、キノピオ。え、うん。でも私なんか最近はニンテンドースイッチで売ってる。スイッチ持ってない、欲しい。あ、持ってないの、面白いよ、うん、でも私マリオカートしか持ってないけどマリオカート。なんかさ、スイッチってさ、新しい動物の森さ、なかったっけ。あ、ごめん、わかんないよね、わかんないよね。違う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 。さっき言った話してるな。うん、この前の公演ぶりに会います。あ、劇場に手紙持ってくって嬉しい、ありがとうございます。仕事に戻る、あ、頑張ってね、仕事。あ、確かにそうですね、13時って一番微妙な時間だよね。ちょっと分かってたけど、休憩時間がこの時間しかちょうど良くなくて、ごめんね。スーパーディスってないよ。こう、ファイヤーエンブレム、こういいじゃないですか。いいですね。お昼休み、
ありがとう、見に来てくれて。お、暑いね。優しいってね。うん、疲れなかったら私の泣く資金なんて買わなくても大丈夫だよ。お昼食べながら見る、ありがとう。とりあえず今寒いんだけど、メイクって変わりますよ。今何の練習してるかっていうと、明日のリセット公演に向けてなんかちょっと不安だから練習してます。でも練習って言ってもそんなになんか練習してない。なんか君のコートちょっと好きかもって急に思っちゃったりしてんかな。今起きた、いいな。あらんちゃん大人っぽくなったんですか。そうなんですか。まあ高校生ですね。スマブラとかやったことない。ずっと知っているのに絶対僕らしくないよ。私もいいクラフトってあるじゃないですか。どうやって見てるっていうか、なんか一時期そう、 目の上キラキラさせた。ちょっと公園メイクです、これ。普段メイクじゃない、公園メイク。これおすすめです。まあ皆さんはあれだけど、公演の時毎回これつけてる。めっちゃこれいいんですよ、これ。チョコミント好きなのって。チョコミントですか。ゆずかが好きだよ。さっきね、ゆずかがチョコミントの上にクッキーみたいのくれてね、すごい美味しかった。優しいよね。明日オカリナ出る？明日オカリナ出るよ。おう、当日じゃん。うん、私の誕生日近くにアクスクあるんですか。何日かな。明日の子に当たってしまった。行ってらっしゃい。そう、声メイクはね、あの濃いめ、濃いめっていうかキラキラさせて、ほらすごくない？間に合ったよ。誕生日だね。あ、4日にあるんですか。じゃあ4日にみんな祝ってくれたら嬉しいけど、これなかったら祝わなくていいよ。なんか大人っぽいメイクしてるからね。竹岡すごい太るんですか。あ、そうなんですね。あ、まあ知ってるって。知ってるよ。面白い。そうなんですかって言ったくせに知ってるんだって。面白い。今日の公演楽しみます。最近ハータ配信しないですね。ハータ昨日配信してたよ。あ、そうなんだ。とめぐみも昨日か、おととい。しないから、うん、めぐみはもう配信しないと思う、あの人。悲しみだね。悲しみ、悲しみですね。そう、14歳ですね。もうすぐ、もうすぐって言っても11月だけど。あ、祝いに行くよって嬉しみ。いっぱい吸収します。目の下にピンクを入れよう。すごいね、スナタンメイク配信だね。あんまりメイク需要ないから。オカリナ怖くないのって。オカリナ怖い人っているんですか。アホみたい。アホみたいって。ミスちゃんこんにちはって。あ、こんにちは。ミスちゃん目大きくない、マジで。本当に目大きくなりたい。そんなことあるよ。きくないよ。ゆずきのが全然大きいでしょ。いや、なんかなんて答えればいいかわかんない。面白いね。そんなことないよ。Can you speak English? No. 豆腐で作ったけ。オカリナ二十歳か。いいですね、二十歳って。涙袋出現。姉ちゃんも二十歳くらいで。笑ったら涙袋出ます。え、すっごい今日の涙袋。涙袋あるんだ。まつげすごい上がった今日。やった。あ、マックスさん千万両ありがとうございます。結構ね、あったさんの声悪いんですか。心配です。それは本当なら、まあ、本当だと思うけど心配です。応援してますよ。元気で。ね。日本語わからないって言いながらめっちゃバリバリ日本語なんですけど、これはどういうことだ。私メイクしてますよ。怖
公園で。公園で。びっくりした。あ、劇場公園の。今日。公園で。今日目は上がってる。まつげ上がってる。今日は10時から。あ、15分経った。8時半に起きた。あ、こんにちはって。こんにちは。ツナの目ってさ、目頭が埋もれてるから嫌い。帰ってくるんだけど、なんで帰ってくるのかわかんないけど、なんか帰ってくる。でもその、このソールもお姉ちゃんが見てたら、なんか。よし、終わります、まあ。メイクは途中なんですけど。目頭ね。ウィンク。ゆうちゃん、そろそろ終わります。私もスナタンが終わるから終わります。あ、マックスさん。やだ、目が。目が嫌いです。まあ、ありがとうございます。まあ、多分お姉ちゃんが帰ってくるのは自分の家の生活費っていう、そういうのを増やしたくなったのかなって。あとプール、まあいいや。はい、ありがとうございました。あ、ギフト読みます。そのままゆきよさん、カズさん、ひろきくん、くまーん。ピースさん、ティーチャーさん、めぐちゃん、ひろちゅんさん、うめさん、はたすけさん、はっぱさん、ドラゴン Z さん、ありがとうございました。何日前に結婚やりましたかって。隣はゆずきでした。はい、7月19日かってことは6日前ってことか。え、いけるかな。いける。いければ、いける。じゃあゆずきが終わったら。英語読めないから。ありがとうございます。キラキラ。ちなみに今年はさ、11位もっちさん、10位こうさん、9位山本くんさん、8位ひらわさん、7位小枝さん、6位大輔くんさん、間違えた、8位大輔くんさん、7位小枝さん、6位元気さん、5位こうさん、4位れいれいさん、3位茨城のお父さん、4位ひよこさん、1位さとちゃん。あ、ありがとうございます。本番見てください。ランキング読みます。13位アイラブニクチルさん、12位ヒロチュンさん、11位メグちゃん、10位つぼさおしーさん、9位ノリックさん、8位ウちゃん、7位サニーハイランドさん、6位カズさん、5位ハッパさん、4位ユウくん、3位ドラゴンZさん、2位ティーチャーさん、そして1位ヒロキくんです。ありがとうございました。ありがとうございました。握手会があるので、ぜひよかったら皆さん来てください。で、明日は夜配信するので、ぜひ見に来てください。え？終わってたの？あ、終わったよ。今いきなり消したかと思った。ありがとうございました。バイバーイ。3、2、1。